はい、こんにちは、こんばんは。ゲーム動画でいこうです。スターフォースポケットをやっていきたいと思います。さてですね、前回は片野サニ村はい、残念な結果に終わりました。G1 もなんか勝てなくなってきてしまって、結構びっくりですね。なんとか巻き返していきたいとは思ってるんですが、おっと、疲労ですね、これは。さて、レースです。調子をなんとか戻さないといけないですね。なんとか調子を戻しました。そして馬体重も最高の状態。いい状態で出せそうです。
おっと、1.2倍。メジオマックイーンですね、やっぱり気になるのは。そこでマックイーンの単勝を買っときましょう。パーマーも気になりますね。パーマーの単勝もこれでレースです。高塚記念取っていきたいですね。多分このメンバーだと1992年なのではないかな。やはりイクノディクタスいますね。さあ、各馬を迎える緑の夢のステージです。宝塚記念いよいよスタートです。今年もあなたの、そして私の夢が走ります。どんよりとした阪神競馬場に開くあなたの夢は、片野サニブラか目白マックイーンか。私の夢は遠くフランスへ飛んでロンシャンであります。果たして先頭に行くのは。ロンシャンボーイが上がってまいりました。8番目白パーマー、その内からはオースミロッジ、外を通って7番西のフラワー、そしてその後ろから。また前に行けないですね。並んでいます。なんでこんなに後ろなんだろう。マックイーンも並んでますね。それからもう一頭ホワイトアロー、一番後ろに10番シャコーグレイド、12頭これから向こう正面であります。もう一度前の方でありますが、先頭行くのは9番ロンシャンボーイ。前行く馬が多いんでしょうか。マックイーンも結構後ろから運びます。第3コーナーに差し掛かります。内を通って西のフラワー、その後ろ3馬身くらいあって6番アイルトンシンボリ、内から1頭イクノディクタス、そして外からは嵐、12番メジロマックイーン。さあ残り何百、先に上がっていきたいとこだが、さあどうだ。おっと前に出た片尾サニブラが先に行きますね、マックイーンより。もちろんマックイーンも上がってきます。おっと、いい伸びだ。宝塚やりました。さてですね、プラス6キロになりますからね。あれ、これだったら休ませなくてもいいのかな。まあでも放牧はしましょう。2周ぐらい放牧をさせたいです。お、いろいろもらえますね。さらに放牧。さあこれで戻しましょう。やっぱ前行かせた方がいいのかもしれない。
人参なので、あと2週ぐらいやれば冷水出したいと思います。あ、しかし、ちょっと余裕残しでも行きましょうか。さあ、これで WBC へ。何がいいでしょうね。ちょっとターフに挑戦させてあげたい気がします。ジョッキーは武豊。はい、というわけで WBC に出しました。これですね、結果が出る前少し時間がかかりますので、また出ましたら動画を再開したいと思います。では一旦失礼いたします。はい。ということで日付変わりましたので、ボーナスをもらいました。結果出てるかな？あ、出てますね、どうやら。まずその前に農園で収穫ですね。さあ、結果です。なんとか勝ちたいですね。お、これは一番人気。二番人気が、ジェイコブゾーンって言いますね。印としては二分してますね。三つ一番人気を取ってます。これは何としても勝ちたいところですが、と先方は今回逃げになってます。だから逃げは多いですね。それがどう働くか。と2400なんでね。世界の強豪12頭ワールドブリーダーズカップターフのスタートです。クラシックディスタンスの最高峰ワールドブリーダーズカップ、スタートはよくいいスタートを切りました。さあ行くのは行くのは、花を切ったのは9番カタノサニブラ、1番エクラール、イブンベイ、ほとんど馬体が合っています。おっと、イブンベイとゆで卵が絡んでいきます。展開はどうなんだ。6番ストーミングホーム、カステナンボが並んでいます。ちょっと離れて5番ヘアドクターであります。もう一頭さあ3番プライド、緑の芝生は両方と発表されております。先頭は片野さんに、さっき灯台に光が出ましたね。これも結果に関わるんでしょうか。展開はそんなに早くないですね。2400まだまだあります。橋です。滝が鳴ってますね。さあ習われてます。その後ろ5馬身くらいあって5番ヘアドクター、一番後ろに3番プライドであります。ここにいた三冠馬片野サニブラ貫禄が違います。その外からは足して、これなんか鳴ってないのが嫌ですね。
金がなるはずなんですけど、さあ抜け出したが、ジェイタワーは絡んでる。もうジェイコブゾーンが来てる。ああ、これはかわされる。さらに、チカスまで。2着も早いかも。ああ、かわされてますね。3着か。でも、確率1から落ちてるかもしれません。ちょっと残念な流れです。もしかすると餌には牧場で取れる餌には副作用でもあるのかな。まあもしかしたら次の世代で、より潜在能力のある馬が出てくるのかもしれませんが。器が増えてるということは考えられるので。それはともかくですね。残りあとわずか考えて走りたいと思います。はい、以上スターホースポケットになります。はい、チャンネル登録、募集しております。1000人目指しております。ぜひぜひ、登録していただければ幸いです。ブログ、ツイッターをやっております。説明欄にアドレス記載してますので、よろしければアクセスお願いします。最後に20秒へ流します関連動画、関連動画プレイリストの方もご視聴よろしくお願いいたします。ゲーム動画でいこうでした。